皆さんこんにちは、ワンダーリクルビーチです。では今回は鋼鉄の旋風大戦略の続きをプレイしていきたいと思います。日本軍を担当していて、今回はですね、いよいよシンガポールに向かって南下していくという作戦になります。シンガポールまでまだまだ陸路でだいぶ遠いですね。これは冷戦やハヤブサといった航空戦力によって支援を受けて、なんとかね、歩兵を進めていこうというところと、あとマレー半島の東側ですね、ここには艦艇と艦爆、これを引き連れて軽空母が出撃してきてますので、これによる、いわゆる爆撃でもこの、シンガポールのね、拠点制圧というのも狙っていければいいかなというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。部隊を南下させていきます。シンガポールまでの道のり、敵がどれくらいいるかというのは、今のところクエスチョンなんですけども、一つ言えるのは、確実に、航空隊のね、補給をしながら、無駄に燃料切れなんかで航空隊を失わないように戦っていくっていうのがね、重要なポイントになってくると思いますので、あまり焦らずですね、確実に航空隊は補給しながら進撃と、いうことをやっていきたいと思っています。なので、ちょっと時間がかかるとは思うんですけども、それでもね、確実に航空隊を補給しながら進む方が、圧倒的に効率がいいのかなとは思いますからね。大きな抵抗を受けることなくですね、順調に進軍はしてるんですけども、この、ジャングル、亜熱帯、熱帯に関しては、どうでしょうね。この野戦砲とかがあんまり機能しないというか、進撃するのに時間がかかりすぎてしまって、本当に、基地として進まないというところもあるので、一つの教訓として、ジャングルとかに関しては、野戦砲は、もう使えないかな、使うことはあんまりないのかなと今感じてますね。戦車とかの方がまだ動きやすいですし、さらに悪いことにというのかな、ここに関して言うと、確実に川が邪魔をしていて、戦車含めて車両系はなかなか身動きが取りづらい状態になってるっていうのも一つあるのかなとは思いますね。川を渡れないので、すごく時間がかかっているっていうのが現状ですね。なので川で渡るのに時間かかっている分、歩兵、これがね、敵の攻撃にちょっとさらされてしまうと。本来だったら、戦車や装甲車でその歩兵を守りながら、進んでいくっていうのが多分、歩兵の損傷を損害少なく進めるのかなと思うんですけども、現状、なかなかそこが川に阻まれて、車両系が進めないというのもあって、歩兵に損害が出てしまって、結果的に歩兵じゃないと都市、空港、港なんかが占領できないので、占領のスピードが落ちると。占領のスピードが落ちると補給のスピードが落ちて、いろんなところで、少しずつ、速度が落ちてる、進軍の速度が落ちてるっていうのが今の現状ですね。とはいえ、もうこれは今回の編成、考えるとですね、もう取り返しが言ってみればつかないという状態なので、もうあまりくよくよせずにですね、今ある現有戦力で、ゆっくりになったとしても進んでいくという戦い方で、しのいでいこうと思ってます。確実に進んではいますからね、ゆっくりではあっても。あと第18軍も同じように、特に野戦砲がですね、ダブついてるんですよね。今ちょうどマップの右下あたりになるんですけども、すごく車両系がダブついてるのが見えると思うんですが、ダブついてる車両がまた、さらに進軍の速度を落としているっていう、悪循環が重なってしまってるような状況なんですよね。野戦砲だからこういうマップでは、配置する数は減らしてもよかったのかなっていうね、大きな反省点ですね。足が遅くて川を渡るのに時間がかかっていた陸軍の部隊もですね、徐々に進出してきてますので、このまま遅れてはいるものの、航空隊の支援を受けながら前進していきます。少しずつ戦線を仕上げてきている、
押し込んできているっていう状況なので、まあ、このままですね、第18軍と連携しながら、数で押し切るっていう作戦で進めていきたいと思います。シンガポールの近く、後ほどご覧いただこうと思うんですけども、かなりの大部隊敵ですね、展開してますので、こちらもかなりの数を出していかないと、まあなかなか一進一退の攻防から抜け出せない、自利品、時間だけ経ってしまうっていうことにもなってしまうと思うので、まあある程度まとまった数を叩きつけられるようにですね、数を揃えて進軍しています。まあその分、進軍の速度が少し遅くなっているので、まあ失敗は許されなそうですね。失敗してしまうと、おそらくタイムオーバーで、まあ再び引き分けになってしまう。ノモンハンと同じような形で引き分けになってしまうっていうことになってしまうと思うので、まあ、十分に注意をしながら進んでいきましょう。まあ、シンガポール、もうこんな感じですね。敵の歩兵がずらっと周りを囲んでいる。まあ、こういう状況なので、これをね、突破するにはやっぱり数必要ですよね。さあ、では思い切ってここで敵に攻撃仕掛けていく動き見せていこうかなと思います。航空隊の数はある程度揃ってきましたので、まあ航空隊で一気に蹴りをつけていこうと。まあそういう作戦ですね。まあここにシンガポールの拠点があるので、ここまでちょっと近づいていきます。こんな感じですね、敵の配置はね。なので、敵の配置を崩しながらですね、まあなんとか、直接攻撃が仕掛けられる状況、これを作っていこうというところですね。まあ、艦爆による爆撃でどれくらい削れるかちょっと見てみましょうか。敵の中央司令部に艦爆で爆撃、爆弾落としてみます。7だから3しか削れないっていう状況ですね。まあ、3しか削れないってなるとなかなかね、苦しいいい状況にもなってくるとは思いますので、まあやっぱり数揃えて一気にいい攻撃を仕掛けていくっていうね、そういう戦い方になっていくのかなと思います。洋上に軽空母を配置できたのは大きいですね。航空戦力をね、効率よく運用できるのかなというふうに期待はしています。では基地司令部目指して爆弾を落としていきます。6ですね。まあまだまだちょっとね、先は長そうな戦いではありますが、確実に削っていきたいので、ここは爆弾を中心に落としていきます。爆撃ですね。ここも艦爆から爆弾を基地司令部に落とします。残り3か。これを削り切るにはどうするかですよね。本当に難しいとこですけどね。このターンで削り切るにはちょっと心もとないですが、ちょっとダメ元で試してはみたいかな。この救急の艦爆からの爆撃で残り3が削れるかどうかですね。削れなかった。削れなかったか。痛いな。今ので削り切れるとね、すごく楽だったんですけどね。さあ、ではもう一撃。艦爆がちょっとないので、冷戦による機銃相当という形にはなりますけども、狙ってみます。お、行きましたね。シンガポール、陥落させることができました。まあ何度も言いますけども、やっぱり戦車とかね、野戦砲の数が多すぎたかなっていうところがちょっともったいなかったですね。もうちょっとその数減らして、航空隊の数増やせばよかったかなという気はします。これでマレー半島を全面的に制圧することができました。この後、勝利どれくらいできているか、大勝利なのか勝利なのかも見ていきましょう。マレー電撃戦です。
結果大勝利できましたね。40ターン以内にシンガポール攻略ということで、これがうまくできたようです。経験値プラス100、訓練値20、軍事費プラス4000獲得しています。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。大勝利するとですね、シナリオが分岐したりするようなので、できるだけ大勝利目指してプレイしていきます。今回シンガポール大勝利で完了です。